在フランスカナダ大使館は、フランスにあるカナダの外交代表部である。パリパックのモンテーニュ通り35番地にある。大使公邸は、フォーブル・サント・ノレ通り135番地にある。パリにはまた、ユネスコと OECD のカナダ常設代表部がある。なお、ケベック州政府は、これとは別に代表部を構えている。この大使館は、カナダ外交における最も古い。 外国での交換である。ある時期までカナダではイギリスは外国とみなされていなかった。パリにおけるカナダの登場は1882年にまで遡るが、これは実際のところケベック州によって始められたものである。ケベック州政府はジャーナリストで上院議員でもあったエクトル・ファーブルをフランスにおける州政府代表として任命した。連邦政府はこれを利用して、 彼をカナダの代理人とか、後には弁務官と呼んだ。とはいえ、彼には外交官としての身分は与えられなかった。またファーブルは組織上、在英カナダ高等弁務官に報告するはずであったが、実際にはほとんど監督されていなかった。1911年には、フィリップ・ロイが自由党のローリエ首相によって、カナダとケベックの総弁務官に任命された。 その後の保守党政権は、こうしたロイに二重の役割が利益相反になる可能性を指摘したので、彼はケベック州代表の地位を辞任した。1914年に第一次世界大戦が始まると、パリにある外国公館の大半がドイツ軍を恐れて避難したのに、ロイはパリに留まった。1928年1月には、パリのカナダ事務所は正式な公使館に格上げされ、 ロイも1928年9月19日に新任状を提出して在フランス講師になった。第二次世界大戦中、1940年にフランスが陥落するとパリのカナダ講師であったジョルジュ・バニエはロンドンに渡った。けれどもカナダはケベック州の世論に配慮して1942年までビシー政権を関係を維持していたので、 バニエはフランスに訪問することができた。1943年11月にカナダがシャルル・ド・ゴールの自由フランスを承認するとバニエはロンドンで彼らと対応した。フランス解放後の1944年、公使館は大使館となりバニエが初代のフランス大使となった。在日大使館はヨーロッパにおけるカナダ最大の外交団の一つである。 交換には60人のカナダ人が移行と170人の現地雇用スタッフがいる。またコンスタンティン通り5番地にはカナダ文化センターがあり、フォーブル、サントノレ通り135番地には大使公邸がある。ありがとうございます。